日本神奈川県相模原市中央区、淵野部淵野部は、神奈川県相模原市中央区の地名。現行行政地名は、淵野部1丁目から淵野部5丁目。郵便番号252-0206。相模原市中央区の東部、JR 東日本横浜線、淵野部駅の北口前を中心とする。横浜線を境に、同じ中央区の矢部、鹿沼台、 共和に隣接し、西端の淵延一丁目は、矢部駅北口に近接する。西側は、矢部新町及び、在日米軍相模総合補給省として、住居表示未実施の大技矢部新殿上矢部に接する。北から東にかけては、矢部、淵延本町、東淵延に隣接する。全域が、相模原大地上に位置する。元は、現在の五丁目に、 中水に由来する小王地と沼があったが1950年代後半に埋め立てられて現在は沼は存在せずおおむね平坦な地形である。一丁目、二丁目は元の陸軍兵器学校の敷地が転用された区域であり、周辺地域全体が横浜線や国道16号などと並行する北西南東方向を軸とする地割りを基本とする中で、 陸軍兵器学校のみがほぼ東西、南北を軸とする敷地を取ったために、南に隣接する三丁目とともに周辺とは、整合しない街路網が形成されている。敗戦後に、旧兵器学校の敷地は細分されて、学校や研究機関、工場、住宅などに転用された。三丁目、四丁目は、淵延べき北口を中心に、 商店街が形成され地域の商業地区となっており、一部は横浜線に並行して、矢部駅前まで続いている。五丁目は工業地区であるが、そのうちの一部が撤退した後に、青山学院大学が2003年に進出した。一丁目の麻布大学や、近隣の町田市に本部を置き、淵延駅、北口側の貨物取扱施設跡後に、プラネット、淵延キャンパスを開いた。 ビ美林大学などともに、淵のべき周辺は、学生街の様相も持つようになってきている。すでに全域が市街化されており、農地は残っていない。商業地区や学校、工場などに利用されている、以外の土地は住宅地となっているが、1990年代以降は、淵のべき前を中心に、高層マンションの建設が相次いでいる。相模国講座群に属する。 住居表示実施以前の大技淵延は国道16号の南側まで広がり、明治初期以前の淵延村は現在は南区に属する古淵や西大沼、東大沼、大野台、若松の区域までも含んだ。1889年に高座軍大野村の一部となり、1941年には高座軍相模原町。 さらに道庁が施政を施行した1954年以降は、相模原市の一部となっている。段丘崖の下では、湧水が得られ、境川の河国では、水田が開かれたが、大地上は地下水位が低く、大地上を流れる河川もないため、水を得ることが困難であったことから利用が遅れ、相模屋と呼ばれる原野の一部となっていた。ただし、局部的に水に由来する地と湿地、 または、沼が散在し、前述の勝負沼のほか沼、大沼などでは、水田が開かれたところもある。第一条の開墾が進むのは、江戸時代後期以降のことである。古くからの集落は、境川南岸の段丘崖の周辺に分布する。中世には、段丘崖付近の第一条を、鎌倉街道のうちの一本が通過しており、現在もその古道が断片的に残存する。 南北朝時代にはこの辺りを拠点とした、淵部義弘の活動が伝えられており、現在の淵辺本町三丁目には、淵部市の館跡が残されている。江戸時代の淵辺村は、幕府、複数の旗本家の他か,から須山藩との愛 q とされていた。周辺の村入会地となっていた、第一条の原野の開墾が始まるのは、江戸時代後期のことである。 宝永年間に淵延村のほか、境川の対岸の木曽村、根岸村の農民により、大沼神殿が、京方年間には、同じ淵延村、木曽村、根岸村から、溝境神殿が開かれた。文政年間に開墾が進められた、淵延神殿には、当時幕府の勘定法出役であった、最上徳内が圧戦に関与している。大沼や鹿沼は、水源とするには、 水量が乏しく、神殿はいずれも二十歳として開墾された。また、神旦を確保するために雑木林が整備され、その一部は大沼神殿の周辺で、現在も比較的広い面積が残存している。幕末から明治に入り、横浜港からの木糸の輸出が盛んになると、この地域でも養蚕が発展し、大地上には桑畑が広がるようになった。 幕府の崩壊後、1868年に神奈川府が設置されると、当村の内旧幕府、旗本領分は同府の管轄となった。カラス山藩領分も、1871年7月の廃藩地県で、カラス山県の管轄とされた後、同年11月の府県再編で、神奈川県に移管された結果、当村の全域が神奈川県の所属となった。 1889年4月1日の町村政志向に伴う明治の大合併で、同じ高座軍の上阿部村、阿部日田村、宇野森村、上鶴間村と合併して、高座軍大野村の一部となった。大野村の発足とともに、旧淵の部村は大野村の大技淵の部となり、一的に道村の中央にあたる、東大あ南東部、下、長久保の神奈川王冠沿いに、村役場が置かれた。 1908年、横浜鉄道の開業とともに、淵延駅が開設されると、駅前の市街化が始まり、大野村北部の中心としてだけでなく、近隣の溝村や、名村、東京府南多摩郡多田大村などへの玄関口としても発展した。1937年、当時のザマ村及び新磯村に、陸軍主管学校が移転してきたことを皮切りに、 相模原では陸軍施設の移転、新設が相次ぎ、急速に軍との様相を呈するようになってきた。東大技周辺では1938年、隣接する上矢部、矢部神殿及び相原村の小山にかけての広大な敷地に相模兵器製造所が開設されたのに続いて、同年に陸軍工科学校、1943年に陸軍機構整備学校が、 相次いで開港した。相次ぐ陸軍施設の開設に伴い、高座軍北部の拡張村では、軍部の後押しもあって、大合併の上、一大軍事都市を作る機運が高まり、1941年4月29日に、大野村と上水町、座間町、相原村ほか4、村が合併して、高座軍相模原町が発足した。 これに先立ち1940年12月には、合併前の大野村、上溝町、相原村にまたがって、相模陸軍造兵将を中心とする計画都市を建設する区画整理事業が、神奈川県によって着工された。東大技は、相模原町の大技になるとともに、町役場が、東大寺内に設置された県の相模原都市、建設区画整理事務所内に、 暫定的に置かれた。1954年11月20日の市政志向による相模原市の成立とともに同志の大技となった。この間、1941年に東大技の南部が大技大沼として、1952年には東部が大技古淵として分立した結果、東大技は元の北半部のみに縮小した。 1945年の敗戦後、旧陸軍施設の中には、陸軍兵器学校のように細分され、学校や研究施設などに転用されたものもあるが、相模陸軍造兵賞と陸軍機構学校は、新中軍に接収され、そのままそれぞれ在日米軍の相模総合補給所をキャンプ、淵の部として利用された。さらに、敗戦前は、軍需関連工場であった。 淵ちの駅南東方の区画が1951年に接収されて、相模工場、淵ちの工場として利用された。相模工場、淵ちの工場は1960年に返還されて、一般の工場用地となったが、キャンプ、淵ちのの返還は1974年にまで、ずれ込んだ。この間、それまでは、境川南岸沿いの旧集落と、 淵延駅北口周辺などに限られていた市街地が急速に拡大した。市街化の進行とともに、相模原市は住居表示事業に着手し、東欧アザの内横浜線以南の区域の一部が、第2期の実施対象区域となって1965年7月1日に、東欧アザから分離した。以後、東大寺内では、以下の順に住居表示が行われた。 1985年7月1日に東淵延一丁目から五丁目が新設されたことで大技淵延は消滅した。一方でこの間に住居表示による新町名として淵延、淵延本町が新設されている。このうち淵延一丁目及び二丁目の大部分は元の大技城矢部及び矢部神殿の一部である。なお合わせて元は大技。 縁のべの一部であった大技大沼、古淵における住居表示の経過を以下に掲げる。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。